はい、トリッカーのですね、プラン交換をしたいと思いますが、プラグはですね、18ミリのソケットが必要で、いざ交換しようとしたらできなくて購入しました。デイトナガレージ。バイク用。これが、を買うってことは、つまりですね、今まで交換したことがないですということなんですね。走行距離2万6000ですね。26,080キロ。最近ですね、なんかエンジンの回転のばらつきが発生してまして、はい、よし、大丈夫だ、よかった。はい、で原因わかんないんだけど、まずプラグかなっていうことでですね、プラグを交換していきます。どんな状態かな。エンジンのですね、調子がやっぱ良くないんですね。回転を上げてもね、バリ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 バラ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 ってですね、エンジンがその一定速度で走っててもね、なんかこうバラつくんですよね。ということで、パッと見おかしいようには見えないな。まあ私が買ったのがどのぐらいだったかな、何万キロだったか忘れたけど、私が買った買う前に交換はされている可能性もあるんでね、2万6000円ずっと、ね、使ってたわけではない可能性もあるし、まあ、パッと見そんな異常が起きるほど変な状態には見えませんね、まあでも変えましょう、せっかくだからね。はい、DR7EIX5686、まあ、ネットで調べたらこれに変えてる人が多かったんでですね、ネットで見た限りですけれども、これに交換していきたいと思います。リジウムですね。これで、ね、治ってくれればいいんですけどね。プラグレンチ。プラグレンチから。外れない。なんだこりゃ。かっちり何か噛み込んでんのか。マジで外れないんだけど。こんなことある？あったな、外れた。もうね、もうサビまくってっからだね。すっごい錆びてる。めっちゃ錆びてるね。まあいいでしょ。はい、じゃあ15ニュートン。でトルクエンジンあるけど、はい、まあ15ニュートンこんぐらいだろう。はい。はい、完了。エンジンかけてみよう。かかり悪いな。かかりまして、どうでしょうね、治ったかどうかわかんないんで、ちょっとこの後走っていきたいと思います。はい、トリッカーのプラグ交換して試走に
出ております。もうだいぶ暗くなってきましたが、4時半ぐらいでしょうか。とりあえずですね、治ったっぽいですね。と空ぶかししてみますと、ばらつきもないしですね、あとアイドリングも結構安定してますね。まあ、交換する前がどうだったかって言いますと、アイドリングもなんかこう今にも止まりそうな不安定感で、実際止まる時もありましたし、あとあのなんか被ったような吹けない感じでね、でアクセル煽っても なんだかこう高回転になってもバラ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 っていう、ね、感じで気持ちよくこう回ってない感じがしまして、であと普通に等速で一定回転で走ってるでもばらついてこうギクシャクする時がある、あとはですね、アクセルオフの時にアフターファイヤーがパンパンすることが結構あってね、まあいろいろね、上げるとすごくもう異常だよね、どう考えてもっていう状態なんですが、まあとりあえずね、走れてはいたんですけれども、まあそういう感じでね、すごく不安な状態だったんですよね。で、それで、今、プラグを交換しまして、アイドリング安定、アクセル吹ける、高回転もスムーズに曲がる、こうやって等速走行してても全くばらつきなし、でアフターファイヤーはね、アフターファイヤーはちょっと感じられる時もありますが、まあ大丈夫ですね、特に。ということでですね、プラグ交換で治ったということでいいのかなと思います。やっぱりね、全然気持ち気分が違いますよね。まあちょっとそれとは関係ないんだけど、アクセルグリップのちょっと動きが、スロットルグリップの動きが渋いですね。これはちょっと直さないといけない。問題ないですね。ちょっと止まってみますか。安定してます。もう今までは、ね、今にも止まりそうだったんですけど、ちょっとアフターファイヤーは出るな。これはマフラー変えてるからしょうがないのかな。出るね。チェックランプついちゃった。まだなんかおかしいな、これ完全に治ってはないな、まだちょっと空ぶかしした時に妙な音はするしね。これはあれですね、オッツセンサーがなんかちゃんとした数値を出してないとつくことがありますので。つきっぱなしになるのかな、もしかして。とりあえずエンジンのかかりは悪くないし、あでも多分ね、これ正常な数値が続けばまた消えると思うんですけどね。なんだろうな、空ぶかしした時ちょっとまだなんか変な感じは若干ありますね。
なんだろうな。まあでも、とりあえずプラグは変えてよかったと思います。それでだいぶ症状は改善しましたのでね。まああともちょっとまた、もう少し何か検討してみます。とりあえずプラグ交換編でした。ありがとうございました。とりあえず今走り出したらすぐにもうチェックランプは消えましたね。なんだろうな、レブに当たってるだけなんだろうか、ちょっとそこがよくわからないけど、ここまでか。売れるな、舗装してますね。まあとりあえずですね、26,000キロもうプラグを変えないとこうなるということが一つ分かりましたので、まあ、25,000キロぐらいではプラグを変えましょう。以上、ご視聴ありがとうございました。